こんにちは、群馬町の村田です。最初にちょっと聖書を読ませていただきます。ルカの福音書の2章、22節からです。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に、初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山ごと一つがいか、家鳩の雛2羽を生贄として捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で、信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わされるメシアに会うまでは決して知らないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規則通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を称えて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。今日は1年の最後の日曜日ですが、ほとんどの日本ではですね、もう25日のクリスマスが終わると、パタパタと片付けてですね、もうほとんどの教会でツリーなどはないなどというのが普通の状態ですが、実はこのクリスマスのシーズンというのは1月6日まであるんですね。1月6日というのが、博士たちがですね、イエスにまみえた、それが1月6日で、そこまでがクリスマスというふうになっています。まだそういう意味ではクリスマスの光の中にあるというふうに言っていいと思うんですね。今日の聖書の箇所は、このイエスが神殿で捧げられる時の話ですがですね、そこでシメオンという人が、これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたのためイスラエルの誉れですというふうに言って、イエスのことをこの褒めたたえているところですね。で、この万民のために整えてくださった救い、ここはですね、とても大事なところだと思うんですね。で、今日は少し砕けた話をしたいと思いますが、ある画家がですね、イエスと子供たちという絵を描こうとして、その題材で描いてたんですね。ところがある晩、この夢を見ましてね、彼は夢だと気がつかなかったんですが、その自分のアトリエにですね、誰かが入ってくる。で、その自分の描いてた絵にですね、その絵の具をつけて、茶色の色を塗ったりですね、赤を塗ったりするんでですね、その何するんだってこの怒鳴ったら目が覚めたって話でね。で、不思議なことに、その画家は同じような夢を3度も見たんですね。で、3度目にはどうもこれは夢らしいと思ってですね、一体誰がこの絵をいじってんだっていうんでですね、しばらく見てた。ただその絵をいじってる人がですね、画家がせっかくきれいに白く描いた子供をですね、赤く塗ったりですね、別の子供は黒く塗ったりするんでですね、その一体あなたは誰だって聞いたら、後ろを振り向いたってですね。で、その顔を見たら、イエス様だったんですね。で、画家はまた驚いて目が覚めたわけですけれどもですね、その3度も同じ夢を見て、そしてその自分の絵にですね、その黒を塗ったり赤を塗ったりしたこのイエス様のことを思い起こしてですね、一体何でこんな夢を見たんだろうって考えたんですね。
で実はその画家が描いたイエスと子供たちっていうその子供たち描いた子供たちですね、それはみんな白人の子供だったんですね。まあ多分その画家が白人だったんでしょうね。ところがこのイエスはこのこう、まあ少なくとも夢で見たイエスがこの画家の絵にですね、このこう赤を塗ったり黒を塗ったりしたっていうのはですね、世界には白人だけ、子供は白人だけではないですよね。黒人の子供もいるでしょうし、まあインディアンなんかちょっと 赤っぽい茶色っぽいかもしれませんしね、まあ、黄色人種もいるわけですよね。それで画家は気がついたって言うんですね。イエス様が子供たちを、ま、招かれる時は白人の子供たちだけではないと、黒人もいれば、この黄色人種もいれば、また赤いって言いますかね、インディアンみたいに赤い茶色かなの人もいると。でイエス様は全ての子供たちと共にこの子をいることを喜ばれただろうと。だから私が白人ばかり描いたその子供たちの絵にですね、まあ黄色人種やあるいはこの黒人や、まあ、そういう子供たちもこの描こうとされたんだというふうに、まあ、思った。それで画家は自分の絵を描き直したんです ね。世界のあらゆるこの民族といいますか、この色の違った子供たちをこのキャンバスに描いてですね、これでこの絵が本当にいい絵になったっていうのを思ったんですね。私はこの話をこの読んだ時ですね、本当に思いましたね。この全ての人を救うために来られたイエス様が招かれる子供は白人たちだけではない。今世界はどちらかといえば分断の世界になりつつありますね。その利害の対立も当然あるでしょうし、主義主張の違いもあるでしょう。中にはやっぱり民族の違い、色の違い、まあね、メキシコにこのメキシコとアメリカの間に壁を築いてですね、異民族は入れないっていうふうにまあするような、まあ、トランプさんのやり方なんかもそうだと思いますね。しかし神様は全ての人を救うためにイエス・キリストをお使わしになった。でイエス・キリストが子供たちを集められる時にはもちろん白人だけではなくて黒人も黄色人種もまたいわゆるこの赤い人もですね、共にこのイエス・キリストを囲んでこのまあ何て言いますかね、交わりといいますか、チームを作っていくんだ。こういう世界をやっぱり私たちは神様がこの求めておられる。そしてそういう世界を築くことがやっぱり私たちお互い世界にいるさまざまな人間たちのですね、この求めていく道筋ではないか、そういうことを改めてこのクリスマスに思いました。新しい年がそのような世界が分断ではなくて共生といいますかね、あるいは共和といいますかね、神様が、ね、求めておられる、まあ、そういう世界を築いていくような歩みでありたいと思います。今日はこれで終わります。